フッカー家、フッカー家、フガは、バイエルン公国のアウクスブルクを中心に、鉱山、金融を営んだ富豪、貴族。フッカー家は、宗教改革の前後にわたり、ヨーロッパで最も繁栄した一族であり、経済面でカトリック体制を支えた。経済史屋のは、1896年の著書で16世紀を、フッカー家の時代、ダセウルター・デア・フガと票している。 特に、スペインハップスブルク町に対して、巨額を貸し付け、王室収入の一部を受け取る契約、アシエントを結ぶなど強い影響力を誇った。しかし王室による支払い停止などが、引き金となりフッカー家は事業を解散、以降は、貴族として存続した。画家のアルブレヒト・デューラーらを招くなど、パトロン活動を行った。フッカーライは、同家が、事前事業として寄付した。 集合住宅である。現在も貴族として存続している。イタリアのメディチ家としばしば比較される。フガー家の羊は農民であり、レヒフェルトのグラーペン村で食行を営んでいた。二代目となるハンス・フッカーは1367年にアウクスブルクに出て、囲碁統治を同家の本拠地とする。アウクスブルクは北イタリアとの交易で栄えており、ハンスも ベネツィアから原料を輸入する商売を始めた。ハンスの子であるとも、香辛料などの貿易を行い、1400年には、紹介を作った。1452年にアンドレアスとヤーコプは店を、分けた。以降、両フッカー家は、紋章から、アンドレアスの家系は、ヤーコプの家系は、と呼ばれる。1473年、新生ローマ皇帝より、 百合の紋章を授与されている。千四百八十五年銀の先外券を手に入れ、莫大な利益を獲得する。千四百九十年、銀山のあるティロルの領主が、マクシミリアン一世となった。これをきっかけに、ヤーコップは神聖ローマ皇帝と、結びついた。千四百九十四年八月十八日、ヤーコップの息子である、同盟の息子の三兄弟が契約を交わし。 正式に紹介を設立した。この契約は、兄弟で資産を分割せず、生き残った、商社員が紹介を運営していくというものあり、フッカー家の特色となった。同年には、ノイゾールの銅山を入手し、翌年、トゥルゾー家と、ハンガリー貿易会社、ウガーイ社ヘンデルを設立した。これが、シレジアの金山の大部分を支配した。ベネツヤなどにも、視点を持った。 ゲオルクとウルリヒが死亡し、1511年に、ヤーコプは、ヤーコプ・フッカーとその生いたちという紹介を設立した。同年、ヤーコプは神聖ローマ帝国の貴族に劣せられ、1514年には、白に除せられている。ヤーコプは、スペイン国王やローマ教皇の御用銀行でもあった。1517年の食油場、免罪布販売は、ブランデンブルク港が、 フッカー系の借金を返還するためでもった。めでっ1519年、カルロス一世に選挙資金を貸し付けた。カルロスはフランス王を抑えて皇帝に選ばれた。ヤーコップはカルロスの支配するナポリ王国の収入の一部やレコンキスタ完了後に国有化の進んだスペイン騎士修道会所領の時代収入から再建を回収した。一方で、によればカルロス五世は フッカー家よりもジェノバの銀行から多くを借り入れていた。ヤーコプには実施がおらず、紹介の後継者にお祈を指名した。アントーンの時代には八十以上の都市に支店が設立され、資産は七百十万フローリンと最大になった。しばしば比較されるメディチケやウェルザーア家は十程度の都市に支店を置いているに過ぎなかった。アントーンは五百三十年に 帝国博を受釈し、1538年には、アウクスブルクにおける都市貴族に列し、シュバーベンのウンターアルゴイ軍バーベンハウゼンの領有権を得た。フッカー家は1600年まで二0 0の村と50の土地領主権を手にしている。しかし、新大陸などから大量の銀が流入し、ヨーロッパ鉱山の経営が悪化した。顧客であるスペイン王室等の王公が戦争で、 貸付金を踏み倒すようになった。また、アントウェルペン支店支配人、エルテルがアントーンの指示に従わず、スペイン王室からの再建回収に失敗して、多額の損失を出している。これらは、フッガー家の当主が、各支店を制御できなくなりつつあることを示す、ものであった。このスペイン王室、そしてフランス王室からの支払い停止は、国際的な経済にも影響を及ぼし、 フッカー衰退の大きなな要因となる。1560年、アントーンは遺言を残し、フッカー家の事業はニー・ライモンとの家系と自分の子が一人ずつの代表を出し、経営していくよう遺言を残している。アントーンの死後、一族は内紛を起こし、上司、マルクスの第二、フッカー家の事業は30年戦争が終わると、解散してしまった。 アントーンの三男の子孫はが1803年に帝国諸侯に除せられ、バーベンハウゼン公国が成立したが、直後の1806年にバイエルン王国へ併合された。以後は売進化し、フッカー諸家と共に、シュタンレスヘルとして続いた。バーベンハウゼン家の子孫には、第二次大戦時のドイツ空軍少将、レオポルド・ハクなどがいる。他に、フッカーグレト家。 アントーンの次男の子孫、フッカー・キルヒベルクイコール・バイセンホルン家、アントーンのニー・ライモントの子孫など、各家がある。は、アントーンの息子、ハンスの家系の居城として、現在も用いられている。1462年、皇帝より、ノロジカの紋章を授与された。この系統は15世紀末と16世紀末の破産で、完全に衰えたが、子孫は、 第二次大戦終了までシレジアに居住していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。